年末あるあるイエーイ。あっちおっちおっちです。りーちゃんね、ソロパピーになっちゃうね。はい、今回は年末のあるあるを集めてみました。ということで、年末あるあるドン。いやー、こたつあったかいね。みかんバーベル、いいじゃん、バーベルやってるよね。テレビも面白いじゃん。どう明けましておめでとう。あの件で関しましては、何回も言った通り謝ったじゃないですか、許してくださいよ。あ、いや、ごめんなさいって言ってるじゃん。あ、うわぁ、うまいよ。美味しそう、美味しいね。やっぱクマだよね。ってか、俺の箸長くね。いやぁ、あー、ごちそうさまー、3杯食べた。はい、俺だけ3年年越しました。イエーイイエーイイエーイ。未来人、未来人、おい、未来人って呼べ。おい、先輩って言って。先輩、先輩なんや、どうした。おい、いや、何もないですけど。3年年越してるよ、俺。へぇーへぇーへぇー。1年でよかったね。楽しもうこの1年ね。俺3年も年、余地ない分ね。俺3年も年取ってんのか。あ、ねえねえねえ、よっち鼻毛出てるよ。ほんとだー。うわ、やばい。よっちやばい。めっちゃ笑ってるやん。めっちゃ笑ってるやん。はい、2人ともアウト。え、なになになに、りっちゃんアウト。なに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 、はい、立って立って。なに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 、やべ。あー、はい、立って立って、笑ったらダメだよ。ね、ダメだよ。そうだ。ガキスカ終わるまで笑ったらダメだよ。わかった、わかった。そうだ。じゃあ、真顔で見よう。うん。このテレビあんま面白くない。あ、待って、これめっちゃ見たかったやつ。これめっちゃ面白い。やった。よくなさーい。何これ。ちょっとやめてよ。これこれこれ、やっぱこれですよ。ちょっと待って、スポーツの決定で見えたから。ねえ、スポーツなんかどうでもいいの、こっち。なになに、うるさいな。めっちゃ面白いじゃん、これ。ねえ、ねえ、喧嘩すんなって、やめとけって。なん、うるさい。よいしょ。で、それじゃやめて。おい、おい、やめろ。ねえ、おい、なに、おい、ねえ、おい、おい、絶対見たくないから、これ。おい、やめろ。いや、俺が見たいの、俺が見たいの。あ、いった、待って、待って、やめろ。お前、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 年末なんだから、ちゃんとお掃除しなさい。わかったわかった。ちゃんとしなかったら、ご飯抜きだからね。わかったわかったわかったよ。やめなさいよ。うわ、見られちゃった。めんどくせぇ。くそー。もうやるか。まあ、ちょ、あ、うわ、これね。これ、よく人叩いてきたやつか。いや、でもこれ、また来年叩くだろうし、いるよな、これ。捨てらんないわ。このブルーシートも何かと使えるしな。来年、クリスマスあるしな。これも捨てらんねえなあ。この狐は、あ、これはいいわ、これはいいわ、これはいい。あ、懐かしい。うわー、めっちゃ似てたなこれ。うわ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 。ちょっとやって。うわ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 。全然片付けす。うわ、漫画なんか読んで。
行ってくるからね。うん、あれ、あんた今日何もないの？うん、何もない。あ、そうだね。うん、年末ぐらいゆっくりしなさい。はーい、行ってきまーす。やっぱり食べようかな。ああ、ごちそうさま。じゃあちょっとお母さん銀行行かなきゃいけないから。ほら、あんた今日も何もないの？うん、何もない。あ、まあいつも忙しいからね。うん。あ、でもあんま食べ過ぎないようにしなさいね。はーい。太るわよ。はい、じゃあ行ってくるわね。もう一杯食べよう。よし、テレビ見よっと。え、母さん、誰、この子誰、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 多分なっちゃんなんだけど、太りすぎちゃったみたい。そうか、あ、ごめん、出かけるわ。あ、ごめん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 、あ、あ、辛いだよ、飲みすぎや、ほんとや、これ。おい、あっと、お酒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 、自分で取ってきなよ。ここにあるけどな、おい。あし、うわ、うまいな、お前もお酒飲めないよ、おい。テレビ見てるから。テレビなんか、お、お前、そういえばお前、彼氏となったよ。もう、どうしても来たい、来たい。もう、飲みすぎ、飲みすぎ。ヒョロヒョロな彼氏、弱そう。パンチしたらすぐ骨折れそうな彼氏。どうだったおい、ねえ、もう写真見せて、写真、もう写真見ないで、ね、最近のスノーで見てやろ。ねえ、もう見ない、見してみや、見してみや。ママ、ママ、お前体ちょっと大人っぽくなったら、もううるさいって、キモいんだ。お前すごい大人だった。ねえ、お前ママ生まれた時こんなちっちゃかったよね。お前こんなちっちゃくて、お前テレビ、抱っこしてたらおでしょ、うえーって言って。うるさいけど、テレビ見てるから。何のテレビ見とんやろ。テレビ見てバラエティーだよ。バラエティー、でもママ、もうそれより彼氏取らせたいな。うるさいって、お前はちょっとお酒、お酒飲んでみたら。もう飲まない。ちょっとお父さん、何言ってんの。何言ってんの。何言ってんの。あ、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 私ね、ホリケンさん大好き。おー、男前やな、男前やな。めっちゃおもろいな、これな。おい、おい、リサも、クイズ番組やってるぞ、お前。お前、お前、大好きやろ、お前、大好きやったやろ。あ、なんか、お酒もちょっと。あ、お、悪いの、悪いの。どうぞ。あ、おいしい。おい、リサも、おい。あの問題わかるか。合体、合体漢字やってる、合体漢字、お前の好きな。お、持ってこい、持ってこい、持ってこい。あ、ほら、リサちゃん、ダメ。枝豆やれ、枝豆。あれ、リサちゃん、受験勉強してんだよ。うるさいわ。だから、ごめんなさいね。うるさいわ、ほんと。静かにしてて。あー、こたつあったけー。こたつから出るの嫌だな。いや、でもなんか、喉乾いてきたな。あ、お母さん、あの、喉乾いたからちょっとさ、飲み物さ、買ってきて。飲み物？うん、はいはい、分かった分かった。なんかお腹空いてきたなあ。あー、でも動くのめんどくさいな。ねえ、お母さん、はい、あのさ、ご飯買ってきてくんない？ご飯、うん、そうね、今日何しようかしらね。ありがとう。あー、食った食った。うわ、なんかトイレ行きたくなってきた。うわ、でもトイレ行くのもめんどくさいな。そうだ、ちょっとお母さん来て。はーい。ちょっとさ、何、何、ちょっとさ、お願いがあるんだけどさ。お皿も直す。うん、何、どうした。ちょっとトイレ行くのめんどくさいからさ、うん、私の代わりにトイレ行ってきてくんない？あー、ほら、カウントダウンよ。はい、5、4、3、2、1、ハッピーニューイヤー。明けましておめでとう。ああ、明けましておめでとう、おめでとう。明けましておめでとう。はい、あなた何してんの？何やったんだ？あ、いや、別に何も。ああ、ちょっと、ミッチ見えちゃった。あ、あ、で、で、で、おのってんの？あれ、あ、たくみ、たくみ。たくみって誰や？お前、誰に送ったんや？たくみって誰や？いろいろあるのよ。ねえ、たくみ。あ、待って、おのと。確かな。おのと何か、おのともらい来てるわよ。あけみちゃんから来てる。あけみちゃん？
ったの。あくみちゃんって誰かしら。いや、あの会社の、うん、あの同僚だよ、同僚、うん、同僚の方をちゃん付け。あ、ちょっとトイレ行こうか。あれ、私にも、あれ、私にも、私にもちゃん付け。あ、もう私トイレ行ってくる。トイレ行ってくる。あ、いや、ちょっと電話するわ。あ、ちょっとやめて。もしもし、あくみさんですか。旦那とどういう関係で。おう、りさこ、まあ、なんもないか。今日はね、午前中だけ予定ある。あ、そうなんだ、うん、あ、そうか。あ、じゃあ行ってくんね。あ、気をつけてな、うん、よいしょ。あ、りさこ、お父さんゴルフの打ちっぱなし行くけど、どうや、一緒に。あー、今日ね、確かに夕方に1時間だけね、用事があるの。そう、1時間だけね、ちょっと1時間、そう、外せない用事があって、ごめんね、うん。あ、それ待って、彼でもええんやけど。あー、でもちょっと夜も、うん、いろいろテレビとかで忙しいからさ。ああ、そっか、そっか、そっか、わかった。ちょっと行ってきていいよ、うん、ああ、じゃあ行ってくるね、うん、あ、レサコ、え、なに？隣の家の人がなんかバーベキュー誘ってきたんやけど、行くか。ああ、いろいろ、あの、うん、そう、予定、そうか、わかんない、予定確認しなきゃいけないから。何やるんや。そう、テレビやっぱ見なきゃいけないし、うん、テレビ、あ、YouTube 見たりとか。ああ、そっか、そっか、まあ、それ、そうそうそう、ちょっとさ、忙しいんだよね。暇だな、お前。でも、まあ、昔からお世話になっとるやつやろ、お前。忙しい、忙しいです。暇やー。くぅー、やっとラッコ終わりだね。あー、終わったねー。あ、そうだ、りっちゃん、りっちゃん、年末さ、遊ぼうよ。年末？うん。ちょっと出かけにしてみるわ。うん。あー、ちょっと年末厳しいかもなー。いやー、ちょっとも無理？26も予定あるし、27も予定あるし、28もあるし、29も30も、31も結構ね、予定埋まっちゃってんだよねー。うわ、マジか。年明けは多分、うん、ギリギリ大丈夫だと思うから。うん、ギリギリ、それでもギリギリなんだ、うんうん、だからまた年明けに連絡するわ。さすがりっちゃんだね。いやいや、そんなそんなそんな。じゃあね、待ってる。じゃあ、良いお年を。良いお年を。じゃあねー。はい、皆さん、年末あるあるいかがだったでしょうか。まあね、今年も終わるということで、皆さん、今年一な、なんか出来事ありますか。ありました、うん、肌が荒れた。肌が荒れた。死ぬほど荒れた。そうなの。もうやばい、もうこんなできたことないってぐらい、うん、めっちゃ汚くなった。食べ過ぎなんじゃん。なんだろう、わかんないけど、うん、だからまあ来年はね、直そうと思う、はい、そうですね、はい。私なんだろうな、はい、ほうれい線が出てきた。ほうれい線が出てきた、はい。なんかあの、いや、昔はね、笑うときにほうれい線が結構出てきたの、出てたんだけど、はい、笑わなくてもほうれい線ができちゃったから、うん、あ、それはよく笑ってきた証拠だよ。そうだよ、うん、そだからね、大丈夫だよ。ちょっとね、来年はリフトアップしていきたいと思います。ここの数字とかも気になる、はい、そこはもともと血圧、もともと血圧、俺も血圧、俺も血圧、俺も血圧、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 血圧。というわけで、はい、この動画面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。今日の動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画はこちら。